失礼します。ずっとやるやる詐欺してたバスツアー開催決定。喜びの舞。2年くらい前からかな。やるよやるよ、バスツアーやるよ、楽しみにしててね。何回みんなの期待を裏切ってきたが、人を裏切り続けて3000里すいません、本当にここまで待たせてしまって。いやこれもね、なかなかね、いろんな理由があってね、こんな表で言うべきじゃない、なんかこう言い訳みたいになるしね、口が回れば回るほど言い訳みたいに感じてる。もこう男女でもそうですよ、男女でね、喧嘩した時とかね、あのなんか悪いことやっちゃったみたいな時もね、女のいる飲み会行かないって約束したよね、別に俺が呼んだわけじゃないし、しかもあいつとか別にそういう恋愛関係とかない、こうじゃないです、ごめん、この一言、言い訳なんか聞きたくない、こっちは。いやね、バスツアーね、本当はやるつもりだったんよ。やけど、あのね、深夜ドライブもしながら、バスツアーの詳細とか、軽くお話できたらな。今日はね、家から一歩も出てないし、まだ二日酔いやったけ、頭ガンガンやし、もうテキーラめちゃくちゃ残っとるし。テキーラバンバーン。毎日メイクってそんな体削る動画だったっけ。こんにちは、生口家さんの中身コンです。ってことで、深夜ドライブ、レッツゴー。おうどこ行くとくねー。まあ市内ぐるぐる回るか。明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう、誰を思ってるんだろう。詳細を言いたいと思うよ。イベントタイトル、みかんちゃんの愛する地元山口県下関市聖地巡礼バスツアー。日程は3月30日土曜日、場所は山口県下関市です。やば、みかんちゃんの下関市に呼び寄せられる。やばい、これ嬉しい、めっちゃ。1台のバスに乗って、動画でも紹介したりしとる下関のおすすめスポットとかを一緒に観光しようねっていう。うわー楽しい、どれだ。まあ、ちょっとだけ言うと、カラト市場、私がお寿司よく食べたりしよる市場、一緒に行ってご飯食べようっていうやつと、海の下にある人道ってところがあるんだけど、そこでね、まあ、反復横跳びなんてしたりとか一緒にね。福岡山口、福岡山口、福岡山口、ぜひやってみてね。きらめく僕にの MV の撮影場所とか、これね、一番これちょっと思い切ったことするんやけど、田中みかんの愛車、これなんでしょ、これに乗車体験ができる。とんでもない、ここにみかんチューブが乗るわけです。みかんちゃんとドライブしてるみたいな写真が撮れちゃうよっていう。豪華なプリクラみたいな、めちゃめちゃプライベートな空間にね、みんなをご招待で、あのかの有名な夢シティをね、あとバスの中から見ることもできるかもだし、まあ、私が気に入っている居酒屋さんでみんなで宴会、お酒飲んだりみたいなこともできたらなみたいな。でまあ本当にちょっとした参加者特典みたいな、ちょっとグッズみたいなのもお渡ししようかなみたいな。居酒屋の宴会は参加費に含まれます。で、まあ、基本カラト市場で食べるお金だけ持ってきてくれたら、その他は全部参加費に含まれるっていう感じ。で注意点やけど、新下関駅集合、新下関駅解散だけさ、現地集合現地解散のバスツアーになるけ、みんなの家から新下関駅までの移動や宿泊の手配は各自行ってください。朝の10時45分集合で19時解散だけ、関東の人たちとか遠方の人、もしかしたら全泊あと泊が必要になるかもしれないっていう。まあ土曜日だからね、どうにかこうにか行ってほしいけど、みんなと同じバスに乗車したいけ、大型バス1台に乗れる人数ってことで、参加人数は最大で40人ほどになる。で申し込みは、先着制じゃなくって、申し込み者が多かったら抽選になります。30人の参加者が集まらなかったら実施できません。ここまでやったのに、2年待ったのに。みかんちゃんを助けると思って絶対来て。いやちょっと旅行代金聞いてくれる？
26,000円です。どう？高いって思ったよね。でもね、これでもかなり値切った方なんです。みかんちゃん金にくらんで金儲けしやがったがこいつ、思うかもしれない。私一銭ももらってません。ウームの人もなんならボランティアレベルのお金でやってもらってるし、旅行会社を通してバスツアーってやらないといけないね。絶対旅行会社に払うお金とバス代と、もうそこ払っただけでもうできるな。バンバン、まあ、最初ね、そのウームの方も私に入ってくるお金もね計算してくれてたんだけど、私マジいらないんで、マジ0円にしてもらってます。お金儲け、なのでなんていうの、うわ見損なったみたいな思わないでください。お願いしますこのバスツアーね、ずっとやりたいって言ったことやし、まあ、みんなもね望んでくれとったことだし、本当に満足してほしいと思って下関のいいとこいっぱい詰めて、自分のプライベートな空間にね、あの招待するってちょっと特別感みたいなのも、限定でグッズも出してってやったら満足してくれるんじゃないかなと思って、こう一生懸命考えたから。よくさ、田中みかんちゃんの聖地巡りとか言って旅行来てくれたりするじゃんか。その旅行に田中みかんが本人がついて回っちゃうよっていう、本人も一緒について回りますっていう、ちょっと特なんかこうね、簡単に出せる金額かじゃないかもしれないけど、40人限定っていう、もうかなり密なイベントになると思うから、集合写真もツーショットも撮れるし、ご飯食べたりとかお話ししたりとかも一日中一緒にいるし、こんなに長い時間みかんチューブと入れる機会ないなって私もすごい楽しみにしてるから、ちょっと必死すぎて怖いよね、すいません。申し込み期間は2月1日本日から2月の12日月曜日までになっております。先着じゃないけ、まあ、もう 今急がなくて大丈夫です。で、雨が降ってもやります。で、まあ場合によっては訪問先が変わったりする可能性もあるっていうことだけ頭に置いてもらって、バスの運行が危険になるような天候とか災害とかが起こった場合は、まあ、中止になる場合もあるよっていう。チャイルドシート着用義務のある6歳未満の参加は今回はできないという。6歳以上から参加可能です。赤ちゃんはお留守番ということになってしまいます。その他詳細や問い合わせとかは概要欄のリンクからね確認してもらって、これはどうなんですか、これはどうなんですかっていう、まあ、ちょっと質問とかね、こう気になることとかあるかもしれないんだけど、私に聞いてもらうよりも問い合わせの方に聞いてもらった方が早いと思う。私にとっても超思い出になるイベントになると思うけ、ぜひ見てください。帰りますか、もう夜の12時やけね。味方につけろ花よ酒。